日本の死刑判決の基準を作った19歳の凶悪犯永山則夫。1968年当時19歳だった永山則夫が米軍基地で拳銃を盗み、拳銃を使って男性4人を相次いで射殺した事件。1990年に永山の死刑が確定し、1997年に死刑執行。その判決の際、裁判官が永山に死刑を適用した基準がこちらの9つ。この基準は後に死刑適用が問われる刑事裁判でたびたび引用されることになり、永山基準と呼ばれるようになった。そして永山事件をきっかけに、殺害したのが1人だと無期懲役、2人だと死刑になる可能性が高くなり、3人以上だと多くの場合で死刑になるという量刑の相場ができたと言われる。この相場について皆さんはどう思いますか？コメント欄でお聞かせください。